いや、当時のお天気をこんなに詳しく解説していただきましてありがたいんですけれども、こう当時20歳の川端さんはやはりお天気の勉強はされていたんですか？ちょうどですね、はい、この20歳の成人式の前の予報試験で予報士を取ったんですよね、はい、あ、そうだったんですね、はい、学生時代とは聞いていたんですけれども、そうですね、19の夏だったと思うんですよね、で予報士を取ってさあ次どうしようかなってちょっとこう何かもこう迷っているような時だったような気がしますね。なるほど。なのでこう当時の自分にもし何かこう伝えられるとしたら、もっとなんかこう若いうちというとあれですけれども、いろいろなんかこう失敗とか恐れずにやってみたらいいよ、気軽にやってみたらいいよって言いたいんですけども、十分されてますよ。いやそんなことないですね。なのでね、本当あのさっきあの小町さんが成人の方にこうメッセージをお伝えされてましたけど、もう本当はあの通りだなっていうふうに思いながら、いやいや、ぜひあの、はい、一言新成人の皆様に、はい、そうですね、はい、お願いします、はい、まずあの新成人の方、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます、はい、そしてご家族の方もですね、そうですよね、あの非常に喜んでいらっしゃると思いますので、うん、本当におめでとうございます。あの本当にね、これからたくさんいろんなことがあると思うんです、はい、いいこともあると思いますし、うん、まあ、大変なこともあると思いますけれども、うん、でもその一つ一つがやっぱり成長につながると思いますし、無駄なことなんて絶対一つもないですし、仮にこうちょっと行き詰まってしまったなっていう時でも少しこう気楽にですね、うん、人生長いですので、はい、あのゆっくり歩いていったらまたこうペースをつかめる時が来ると思いますので、うん、あの自分自身の人生をこう自分らしく楽しんでいただきたいと思いますね。ありがとうございます。なんか私も涙ポロリになっちゃいました。ごめんなさい。はい、すごいありがたいお言葉をいただきまして、ちょっとあの泣きそうになっちゃいました。ありがとうございます。はい、そう、ぜひあの切り取っていただいて、あの永久保存版によろしくお願いします。職人さん。さて、まあ、こんなね、ちょっとジーンとしてしまったんですけれども。こう、檜山キャスター、私の好きなところですね。いや、ドキドキ。はい、このようになっております。ドン。はい。まずですね、周りをこの幸せにする独特な雰囲気、これどう形容しているのか、なんだかすごい照れますねこれね。本当ですか、はい、そんな照れなくて大丈夫です。あのちょっとこんな感じになっちゃってますけど、この幸せにする雰囲気、なんでしょう、これどう本当に形容しているのかわからなかったんですけども、はい、こう檜山キャスターのいるところってこう周りの雰囲気がすごい柔らかくなって、泣いちゃう泣いちゃう。いや泣かないでください。すごいね、こう周りがねこう幸せを感じる方多いんじゃないかなと、はい、私たちねキャスター同士でもそうですけれども、いやいやいや、あのこれサポーターの皆さんもねきっとそうやって感じられてるんじゃないかなと思うので、そんな風に言っていただきありがとうございます。いやいやいや、もう本当にね、もうこれをどう言葉でね示そうかと思ったんですけど、はい、まずこれあのもうそんな風に言っていただき本当に幸せです。はい、もうね、でもこういうね空間に一緒にね、はい、いてね、こういう時間を過ごせるということがね、まず幸せです。ありがとうございます、はい、そして2つ目がですね、はい、この自分とは違う趣味、これ好きなところなんですけど、あの趣味がね多分全然違うんですよ基本的に。であの自分と同じ趣味が好きな人っていうのもまた面白いんですけど、はい、やっぱり自分の違うところに興味がある方っていうのもすごい面白いというか、はい、興味深くて、ね、私もあの川端さん、私もお伝えするんですけど、はい、ガーデニングが趣味ということで、はい、同じような、あ、そうですね、はい、出てくるんですね、はいはい、あのアニメですとかね、はい、最近将棋って指されたりするんですか？将棋はそうですね、見ることが最近多かったりはするんですけど、そうなんですね、はい、なんか私の一つ夢がありまして、いつかですね檜山さんとガチで将棋を指したい。将棋指されるんですか？私も30年ぐらい指してなかったんですけど、そうなんですか、これも寝床でですね、はい、YouTube で藤井さんと羽生さんの真剣勝負見てたら、はいはい、すごい将棋って面白いなと思って、 あの勝負すごかったですよね、はい、すごかったんですね。なんだかもう頑張れませんか、こうもう頑張れますよね。そうですよね、やっぱりこう令和のね、はい、あの藤井さんと、そして平成のね、あの羽生さんと、すごい対決でして、うん、ぜひこう、はい、上からこうね譜面をこう映していただいて檜山川端ここでですか、やってみたいなと。面白いですね、いつかねやりたいなと思ってるんで。いや、あの勝負は感動しましたよね、本当にね。でもねこれもねすごい檜山さんの好きなところ。で3つ目はね、これ頑張り屋さんってこう書いたんですけれども、はい、私檜山さんのすごいなと好きなところは頑張り屋さんなんですけれども、それをあまり出さないんですよね。いや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 、こう私頑張ってますって、ね、いやいやいや、なんか全然それ出さずに、恥ずかしくなってきました。もうさらっとね、さらっとこう頑張って、なんか逆に
多分いろいろねプレッシャーとかまたいろんなお仕事こうされていく中で大変な思いもあると思うんですけれども、いやいやいや、なんかそういうのそういうのをですね、はい、出していいんですよ、出していいんですけど、本当になんかいろんな気持ちも抱えながら、なんかそう頑張ってる姿っていうのが本当に素敵だな、もうまさにこんな感じです、素敵だなと思います。お腹いっぱいです。ただね、私すいません、喋りすぎてしまいましたけど、時にはね、こう息を抜いてね、はい、力を抜いてね、ちょっと川端さんの言葉を胸に抱いて今年も頑張っていきたいと思います。頑張りすぎずにね、あのうまくリラックスもしながらですね、はいはい、過ごしていただきたいと思います。ありがとうございます。こんなに見ていただいて嬉しいです。そんなことないです。今日は母の日ですけれども、はい、なんだか父の日よりも母の日の方が盛り上がってるなっていう印象が、はい、確かにそうかもしれないですね。あるんです。しかもあの母の日の方は先に来ますので、うん、そうですよね、どうしてもなんかこうね、母の日そして次に父の日っていう感じでね、ちょっとなんかね、父の日がこう後付けみたいなね。ありますよね、ちょっと感じたりしますか。私あの実際に自分の家族、うん、まあ、子供からとかっていうのはあんま感じないですけど、うん、自分の親のことを考えた時に、うん、やっぱり最初はこうね、母の日で何か準備しなきゃって言ってたのが、父の日の時に、あ、もう父の日だったみたいな、今日だみたいな、間に合わないみたいな、どうしよう、とりあえず電話しようみたいな、ね、そういうことが多いですね。母の日ってカーネーションを贈るっていう、はいはい、なんか一つ分かりやすいものがありますけれども、はい、父の日ってなかなかないじゃないですか。はい、難しいですよね。ですね。父の日のプレゼントを選ぶのは本当に難しいですね。うん、毎年ネクタイあげてたらネクタイコレクションみたいになっちゃうじゃないですか。あってなっちゃいますからね。なんか本当にプレゼントするものがね、とても難しいなと思いますけれども、はい、そうなってくるとやっぱ電話しようみたいな当日思い立った感じに、ね、なってしまいますよね。でもそれがね、なんかこう親にとっても声が元気な声を聞けるのが一番嬉しいっていうのもありますからね、うん、絶対それでも絶対嬉しいと思いますからね、はい、そんな母の日がちょっと盛り上がっているんですけれども、はい、母の日何かこう準備とかありましたか。何もしてなかったんです。あ、そして昨日気づいたんです。ので昨日気づいて、しかも今朝ね、番組なので、うんうん、そうですよね、動きようがないじゃないですか。そうですね、もう、ま、今日の夕方に電話しようと、あ、そうですね、電話大事です。便利ですね。え、ちなみにですけど、はいはい、結構私もう大人のね、部類に入ってくるかと思うんですけど、はいはいはい、未だに母から結構いろいろ言われるんですね。ここでもカウンセリング、そう、はいはいはい、未だにこうなんか言われたりしますか。さすがに自分の両親から言われることはもうほとんどないですよね。じゃあ自分に家庭ができるとまた違ってくるんですかね。違ってくると思いますね、うん、やっぱりもうね、こう成人してこう家族を持ってっていう形になると、うん、まあ、親がどっちかっていうと、うん、もう自分の家族、うん、自分と自分の子供たちと元気にしてねっていうことは言ってくれますけど、うんうん、もうそれ以上のことは、なるほど、はい、もうそれが全てみたいなね、うん、感じ、雰囲気を感じますね。でもそうかもしれない、はい、逆にこう川田さんもね、お父さんですから、はいはい、こう子供たちに対してもしね、家族ができたらね、先の未来ですけど、そう思うのかもしれないですね。今ね、同じようにちょっと子供たちに言っちゃう時があって、ね、うん、もうね、自己嫌悪に自分はなるんですけど、ね、子供たちが ね、いつか子供たちの家族を持った時にはね、うん、そういうちょっと温かい目でね、見られるように私も成長したいですね、うん、いや、なんか泣きそう、やだ。そんなね、母の日ということでね、はい、まあ、感謝して、そうですよね、怒りたくて怒ってるわけじゃないですしね、はい、言いたくて言ってるわけじゃないですからね、はい、まあ、子供もちょっと母の日悔い改めてなんか、ね、自分に言い聞かせるようなねちょっとそう成長しなきゃななんて思ったりしますけども、はい、心配かけないようにね、子供も成長するっていうのが一番ですね、はい、そうですね、はいはい、そう、そして今朝ですけれども、カウンセリング成功、本当にね、たくさんの温かいね、周りの方々に支えられてお仕事してます。ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。私ですね、はい、今年2023年最後の実は今日出演と、そうだったんですね、はい、なっているんですけどね、ちょっと私こ、はいはい、最後のクロストークになりますね、はい、最後のクロストークなんですけども、はい、私2023年を振り返った中ですごくね、こう嬉しいこといっぱいあったんですけども、その中の一つ、はい、ちょっと嬉しいこと言ってもいいですか。何ですか。あ、ね、小牧さんの成長が、ね、著しいんですよ。嬉しい。なんかすごい。本当ですか。本当ですね。
私嘘つかないですよ。泣いちゃう。あの私あの、はい、この番組を担当させていただいてもうすぐ4年になるんですよ、はい、2020年の多分2月ぐらいから、ね、私予報センターでね、そうなんですよね、よく掛け合いも、ね、しましたけれども、はい、まだ私が2年目とかそれぐらいの時に、あの時2年目ぐらいだったんですか、初めましてをしまして、はいね、はい、そうだったんですね。そしてねあれから3年4年こう経って、はい、だん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 こう経験をねたくさん積まれていると思うんですけども、はい、本当この1年を振り返った時になんか小牧さんのこの何でしょうね、成長というか、嬉しいです。話し方とか使い方とか素晴らしいなと思って、はい、本当にねこの番組の担当だけではない、はい、他のお仕事もあっていろいろ忙しい中ではあると思うんですけども、本当に頑張ってらっしゃって、なかなか すごいな見習いたいなと思って、そういうふうに言ってくださる、はい、こう機会だったりそういう人もあんまりいないので、はい、いや嬉しいですね。みんな思ってると思いますからね、私ただ代弁してるだけですので、ね、いやいや、ただなんか人よりもこう、はい、環境だったり、はい、そういう場面に慣れていくのが、うんうん、多分時間がかかるタイプで、はい、そうなんですよ、まあ、6年目に今なったんですけれども、うんうん、まあ、自分もまだまだだなと思いながらいえやらせていただいております、はい、あ、嬉しいですね。もう本当にね、タイプは人それぞれ、はい、それぞれですからね、私もあの器用なタイプではないので、本当にこう不器用に不器用を重ねて、ね、本当にキャスターやってていいのかなって思うこともずっと思ってるんですよね。いや、あの川端さんが予報センターの席からキャスターのファンになってくださって、はいはい、私たちを引っ張ってくださる大きな存在なので、そんなことないです。これからもよろしくお願いします。来年もね、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。